ガロアクリークは日本の競争馬。2020年のスプリングステークスの勝ち馬である。馬名の由来はカナダの金庫山より、11月16日東京の新馬戦に6番人気で出走。道中中断追走から直線で楽に抜け出すと、最後は後位から足を伸ばした東洋スター王に一番新反差を付けデビュー戦を飾る。12月28日のホープフルステークスでは、 起乗予定だった野中雄太郎騎手がインフルエンザに感染して起乗不可能となり急遽兄弟子の丸山元気騎手に乗り換わりになったが中断追走も直線で失速し11着と大敗するホープフルステークスのパドック3月1日中山の推薦省では後方から足を伸ばすものの4着に終わる3月22日のスプリングステークスでは 集団のやや後ろでレースを進めると、直線で外から鋭く、足を伸ばして先頭に立ち最後は、内で食い下がるベルトライゼンデニ一馬身一、四差をつけ、重症発生派を果たすとともに、安状のライルヒューイットソンにとっても、JRA 重症発生派となった。続く4月15日のサツキ賞は8番人気での、出走となったが、集団待機から直線で足を伸ばし、コントレールと、 サリオスには話されたものの三着でゴール。前走に続いて安城を務めたヒューイットソンは彼を誇りに思いますとコメントした。続く東京優秀はここ2000の安城を務めたヒューイットソンが短期免許期間を終えて帰国したため、川田省宮火に乗り代わりとなった。父が短距離を中心に活躍していたことから距離面での不安を指摘され、 サツき賞3着ながら7番人気の評価にとどまった。しかしレースでは最後の直線、ババの真ん中からしぶとく足を伸ばし3着ベルトライゼンでから0.1秒差の6着に入選。この結果を受けて管理する上原博之調教師は3着とはそれほど差がありませんでした。距離も大丈夫でした。秋は菊花賞路線を行こうと考えていますとコメントした。 以下の内容は netkeiba.com の情報に基づくありがとうございます。